始めます。学校を選んでください。決めちゃいました。これって絶体絶命って感じ。どうやらこれまでのようね。死ぬ？冗談でしょ。私は死なない。絶対に死なない。忍びの道を極めるまでは。だったらどうする。そんなの決まってるでしょ。かつてこの国には忍びと呼ばれる者がいた。彼らは大名や領主といった主に仕え、諜報活動や破壊活動、暗殺などを生業とした。明治維新以降、西洋文化の流入によって日本の封建社会は崩壊し、忍びの存在を口にする者はいなくなった。どれほど時代が変わっても人の業は変わることがない。闇の世界を生きる者は必要とされ続けている。そう、忍びは今も存在しているのだ。現代の忍びの雇い主は政治家や企業がほとんどだ。雇い主の中には忍びを己の欲を満たすための道具と考えている者もいる。その結果、忍びの違法行為が横行するようになり、国も対抗手段を打ち出すことになった。国家所属の忍びを育成するというプロジェクトである。国立半蔵学院、普通科の高校である。1919年に開校し、全校生徒は約1000人。その1000人の中に忍びを目指す生徒たちが紛れている。マンモス進学校と忍びの養成機関、半蔵学院は2つの顔を持っているのだ。忍びクラスの生徒たちは一般生徒に気づかれることなく、忍びになるための修行に励んでいる。
現在は国家所属の忍びを善人と呼び、違法行為を犯す忍びは悪人と呼ばれている。そのため善人と悪人は戦う運命にある。どんな理由や事情があろうとも、善と悪は命のやり取りから逃れることはできない。これより始まる物語は忍びの女学生たちの戦いの軌跡である。それは激しくも悲しい命の証。彼女たちが戦いの先に何を見るのか、何を得て何を失うのか、それはまだ誰にもわからない。負けない。負けるもんか。アスカ。忍びの道を極めるまでは。アスカ、聞こえないのか。アスカ、いい加減にしろ。あれ今の夢？忍びの道は極められたか。え、キリア先生、なんで知ってるの？大きな寝言だったからな。あ、とか、アスカ、眠気覚ました。秘伝忍法のところを読んでみろ。あ、はい。あ、ここですね。己の限界を超えるためには大自然の力を借りて戦うべし。これすなわち忍びの断りなり。お前たちも知っての通り、アスカはガマ、イカルガは火の鳥、カツラギは竜、ヤギウはイカ、ヒバリはウサギと自然の力を借りて秘伝忍法を発動させている。はい。
ちの必殺技です。秘伝忍法を使うためには秘伝忍法書という巻物が必要となる。お、あたいはスカートの中に隠してるよ。私は胸です。え、胸？気になる気になるね。本当に隠してるのか確かめさせろ。カツメ、やめて。いいからいいから、じっとしてればすぐ終わるから。カツラギ、授業中にセクハラはやめろ。アスカ、次を読め。はい。超秘伝忍法、それすなわち名のごとく超のつく秘伝忍法なり。これしか書いてありません。なぜこれしか書かれていないか、理由は明快だ。超秘伝忍法書は我が校の宝であり、内容も極秘となっているからだ。何が書かれているんだろう、読んでみたいな。次は基本体術の授業だ。全員屋上に集まれ。どれにしようかな。決めちゃいました。忍びには悪人と呼ばれる者もいる。はい、知ってます。悪者の手先になる忍びですよね。ひばり、許せないな、そんな人たち。私たちは正義のために働く善人を目指すんですよね。我が校に来た時点でお前たちはすでに忍びの一員だ。学生気分は捨ててもらう。俺はお前たちを忍びとして至極だから、お前たちも忍びとしての覚悟を持て。はい。よし、では隠れ結界についても説明しておこう。忍びの決闘空間、それが隠れ結界だ。忍びは戦闘モードになると一定範囲の空間を封鎖して一般人の侵入を遮断できる。隠密行動にはとても便利だが、一方デメリットもある。ふむふむ、なるほど。では実際に戦闘訓練に入るぞ。敵は俺が忍術で作り出したダミーだ。今日は学校は休みで一般の生徒はいない。それでは戦闘訓練開始だ。よし、ひばりちゃん頑張ろう。うん。Yes!
行きます、忍び天地。誰もいない。一番早くダミーを片付けたのは私かな。何が一番早くだ。残っているのはお前とヒバリだけだ。え、カツラギ、イカルガ、ヤギウはもう忍び部屋に戻っている。なんだとほほ。ヒバリが戻ってきたらお前たちも忍び部屋に戻るぞ。はーい。もしかして私って落ちこぼれ気味？何も言ってくれなきゃわからないよ。怒らない？怒るわけないじゃん、私たち仲間なんだから。でもほら言って。ヒバリ、秘伝忍法書をなくしちゃったの。キリア先生に怒られちゃうよね。いや、それ怒られるだけじゃ済まないと思うよ。やっぱりそうだよね。授業開始まであと少し、私も手伝うから一緒に探そう。アスカちゃんありがとう。で、落とした場所の心当たりは？商店街で転んだ時に落としちゃったのかも。よし、早速行ってみよう。どこだろう、道に落っこちてもないし。ん？
あそこにいる人、ひばりちゃんの秘伝忍法書を持ってる。ちょっとそれ返して。命がけ。あった。舞い忍びます。